フィギュアの棚を掃除しようと思ってフィギュア出したら、あまりの量に心折れて、もうしまう気になりません。そこで開催したいと思います。第2回メルカリダービー。どうも、たけし大河ですが、ということでですね、第2回のメルカリダービー開催したいと思います。はい、まあ、せっかくこう競馬っぽくやってるので、なんと全18品、まあ、競馬のフルゲートと一緒ですね、出品したいと思います。すでにね、準備はいたしまして出品するだけの状態になっております。今回もぜひ皆さんにね、積極的に参加してもらえたら嬉しいなということで、もしも3品選んでいただきまして、それを的中させた人には1000円プレゼントしたいと思います。1000円プレゼント企画になっております。でもね、大概当たんないですから、思ったでしょ、私の競馬の企画見て、なんでこんな当たんないんだろうって。当たんないですから、ぜひね、参加してみてください。まあ多分見ていただいてるのほとんどが知り合いだと思うんで、まあ何かしらの方法でしっかりお届けするように考えていきたいと思います。もしも面識ない方でもですね、まあ Twitter 上でやり取りなんかして、どうにかお手元届くようにしたいと思いますので、お答えいただければなと思います。ぜひ参加してみてください。ではですね、第2回メルカリダービーに出品する18商品見てください。では行ってみましょう。さあ、梅雨も明けて一気に暑くなってきた今日この頃、皆さんいかがお過ごしでしょうか。第2回メルカリダービー開催、とても嬉しく思います。なお今回は1000円プレゼント企画とのことで、皆さんこぞってのご参加をお待ちしております。では早速各商品のコンディション一緒に見てまいりましょう。まずは1番仮面ライダーオーズフィギュアですね。もう何年も前の仮面ライダーの主人公になるため、未だに需要があるかどうか、そこがポイントになってくるのではないかと思います。数年前に発売されたバトルブレイクというおもちゃ、その V ジャンプの付録でついてきたのがこの鳥山明デザインの V ロン。購入者が全員もらえるものだったため、その価値が問われます。人気漫画ワンピースから登場、ポートガス D エース、人気キャラクターだと思いますが、すでに原作から退場しており、その露出の少なさが気になるところです。作りはかなり細かく、満足いただける一品であることには間違いございません。こちら軽音からの登場のキャラクター、大変申し訳ございませんが、私としてこのキャラクターはほとんど知りません。しかし武骨なドラマセットとこの美少女キャラクターというこのギャップが非常にレベルの高いクオリティを醸し出しております。期待です。新エヴァンゲリオン歯のシーンを再現したフィギュアになっております。手足の長いエヴァンゲリオンだからこそ再現できるこの奇妙さかつダイナミックさ、必ずご満足いただけることは間違いないでしょう。ご覧ください、この邪悪なフォルム、かなり細かく作り込まれております。本体エイリアンに加え、チェストバスター2体のおまけ付きといつも、このチェストバスターもかなり細かい作り、至る所がトゲトゲしているのでストッキングを伝染させないようにご注意ください。銀玉より人気キャラクター沖田総合の登場です。回復やフォルムはかっこいいのですが、顔が若干誰って感じなところが気になります。渋い、これは渋すぎる。卵を見落とした直後のピッコロ大魔王を再現した、なかなかレアな一品です。てか、たまに町内会の飲み会で終わり際にこういう顔色の悪いゲロ吐いてるおじさんいるよね。引き続き渋い、いわゆるこの仮面ライダーメテオはサブライダーと言われる存在で、主人公の仮面ライダーをサポートする仮面ライダーとなっております。しかしこの仮面ライダーに変身する前の役を演じていたのは、なんとなんと大河ドラマに主演している吉沢亮。そんな彼の人気にあやかって、この仮面ライダーメテオを欲しがる女性ファンが多いかも。どうやら新女神転生の敵キャラのようなんですが、私新女神転生やったことありません。しかし売り場でこの気持ち悪さに一目惚れして買ったのは事実。強気な価格設定ですが、実際にメルカリでこのぐらいの金額で売れている商品です。非常に予想が難しい。あえて嬉しいぞ人間ども、私は究極生命体のセル、セルゲームよりも面白いものが開催されるというから来てやったぞ。私が負けるわけなどない、そうだろフグタ君。第1回メルカリダービーでまさかの売れ残りを喫してしまったトラファルガー D ワーテルローって、いつの間にこんなに名前長くなったんだろう。屈辱の2大会連続参加、
汚名返上に期待です。ドラクエモンスターからギガデーモンが参戦。6センチと小粒ながらなんと両腕のポージングが可能。価格にも妥当感があり速攻の売り上げが期待できる一品です。今大会で最も高価格な商品フランキー将軍。当時 UFO キャッチャーでゲットした商品なんですが、なんと3種類もの景品を組み合わせないと完成しない一品。その価値を分かっていただける方に出会えればもしかしたら一撃。個人的にはこの商品が最も一抜けの可能性が高いと考えております。フリーザの宇宙船を模した圧倒的なマニアック感。おまけにフリーザ様をつけることによってすぐジオラマが完成するという夢の商品。間違いなく優勝候補と考えております。1枠1番のオーズと違い、こちらソフビ人形となっております。本大会最大サイズの36センチという躯体を誇りますが、ポージングも単調、いまいち期待感はありません。出ました、よく知らないキャラクターシリーズ。しかしこの可憐さと華麗さを併せ持つ大胆なポージング、フィギュアとしてのポテンシャルはかなり高いものを感じさせる一品となっております。本大会中最も安値がこのファイティングコンピューターウォーズマン600円となっております。出来もそれなりではありますが、この600円という価格、あっさり花を取る可能性は大いに秘めている商品になります。以上18商品の紹介を終わりにしたいと思います。予想は立ったでしょうか。この中から早く売れると思われる3品の商品の番号をコメント欄に書いていただいて、それが的中したら1000円ゲットでございます。売れた順番は関係ございません。上位3品の数字を書いていただくだけです。なお複数名が同じ数字を予想した場合、早くコメントをした方が商品ゲットの対象となります。つまり的中者は唯一1人となります。投票期限は7月31日24時。それ以降の投票は全て無効とさせていただきます。なお出品に関しては翌8月1日夜21時に一斉に出品させていただきます。特に期限は設けておりません。上位3品が売れた段階で動画を上げて答え合わせしたいと思います。ただいま申し上げたルールはコメント欄にも載せておきますので、ぜひそちらも参考にしてみてください。本日の動画はこのまま終わりたいと思います。皆様のご参加、心よりお待ちしております。ここまでのお相手は DJ 竹下タイガーでした。お、ハバゲドゥ、ゴレクテナ、ネクストウィーク、バイバイ。